はい、ではここからですね、今度スポーツモードに切り替えていきます。はい、アルカナの方がよりスポーツ走行寄りだなっていうのが正直な印象ですね。このですね、エコモードとスポーツモードの違いっていうのがものすごく顕著です。あ、綺麗、とっても綺麗です。はい、それでは後半戦、引き続き走っていきたいと思うんですが、前半でお話ししました五霊櫃峠行ってみたいと思います。ダブルさんは五霊櫃峠経験ありですか？多分ないです。多分ないですね。私もなんかダブルさんの話を聞いてる限り行ったことないだろうなと思います。ちょっと狭い峠道を走るわけなんですけれども、ただそこから登った先ですね、なかなかいい景色が見えるポイントとなっておりますので、そしてですね、ちょっと休憩中に一応目的地の設定をしました。こちらですね。はい、で今映っているのは Apple CarPlay です。iPhone をつないで有線で接続しまして、それで、ナビを設定したわけなんですけど、それよりこれですね、ちょっと後からご案内をしましょうね、この話は。はい、いいですね。でここから走る先のですね、スノージェットっていうんですけど、あそこがかっこいいんですよ。はい、スノージェット入りますよ。どうですか、かっこよくないですか。ここ今回特別にドローン撮影もしちゃいました。やっぱりドローンを使って映像を撮ると全然雰囲気が変わりますね。っていうのはごめんなさい、嘘なんです。先ほど前半で申し上げました、ルノーのお天気フィラー、天気予報と一緒に流れる映像の撮影の中でですね、この今日運転しているこのアルカナで今の、まあ、ご覧いただいて分かると思うんですけど、逆方向に走りましたけれども、ここで撮ったんですよ。かっこいいですよね。ドローンの映像を見ると、あ、空撮ってこんなにかっこいいんだなって思いますよね。思います。はい、そうなんですよ。ダブルさんがいつかドローンをちょっとゲットして練習してくれることに期待しましょうか。カメラマンとして、カメラマンとしてドローン撮影も身につけていただいて。はい、ということで引き続き、こちら今日はルノーのアルカナ、ハイブリッド E-TEC ハイブリッドの SUV に乗って、福島県を満喫していきたいと思います。違いますね、ルノーアルカナの走りの性能と燃費を確認する試乗を行っております。うっかりただのドライブだとちょっと勘違いしそうになったんですけれど、はい、チェックしていきたいと思います。ということでですね、五霊櫃峠に向かっていくわけです。今日こちらですね、 Apple CarPlay を使って走っております。先ほど休憩中にですね、 iPhone を有線で接続いたしまして、ここに映っております。でアルカナにこの標準で搭載されているこちらですね、はい、これナビじゃないんです。カーナビじゃないんですよ。なのでこの本体には地図は入っておりません。で代わりにと言ってはなんですが、 Apple CarPlay そして Android Auto、 お友達のスマートフォンを接続することによって、スマートフォンの、地図機能ですね、 Apple であれば、Apple の純正の地図、もしくはアプリで Google マップ入れたりしていればそれももちろん対応します。この CarPlay に対応の地図アプリで表示をして、ルートガイドとかができるようになっているんですね。もちろん、他にもいろいろできます。ちょっとダブルさん操作して教えてください。ここ、はい、こんな感じだな。これホーム画面ってやつですね。いわゆるもうあるんですね。もう一回、はい、こんな感じで1km先左方向、はい、ちゃんと対応しているアプリが表示されるように
なっているわけなんですよ。いいですね。これ何ですか、ルノーの。ちょっと見てみましょうか。これ入れてないですよ、アプリ。あ、なるほど。これでルノーの、あの、これはこのモニターの標準の画面ですね。ここに返ってくるんですね。では地図に戻りましょうか。ということで結構快適にですね案内してくれるんです。であともちろん Apple CarPlay ということで、iPhone に搭載されております音声アシスタント Siri にも対応しております。ちょっと曲がったら試しましょう。はい、しっかりですねルートガイドをしてくださるというわけで、こちらを左に曲がっていきます。え、ここですか。ここらしい。はい、500m 先。そうですね、間違いなくここですね。五稜鬱峠に向かっていくわけです。はい、まあ、あのご覧いただいて分かる通りなかなかな道をここからずっと行きます。 あとこれ見えてるのそばの花ですね。そば畑が綺麗に花を咲かせております。この時期綺麗な景色が見えるようになってますね。いいですね。はい、ではなんか着々と峠道入っていくんですけど、せっかくなので Siri試します。ステアリングにですね、あの会話ボタンついてます。これ押すと、はい、今日の天気は現在ところにより曇っていて気温は26度です。こんな感じで、あのいろいろ教えてくれたりします。はい、と言いながらですね、いやすごい道だな本当に私もあのなんか数えるほどしか五稜鬱峠通ったことないんですけど、こっち側から行くの初めてですね。ひたすらこんなところを歩かなで今日は走ってまいります。なんかこういう峠道を走るたびにダブルさんに一応聞くんですけど、はい、よかったらダブルさん自分の車でもここ来てみてくださいね。楽しいと思いますよ。あ、はい、機会があれば、はい、走ってみます。はい、絶対行かないやつです。うおー、これなかなかにすれ違い苦労するやつですね。本当に苦労するなこれは心配になってきました。生い茂ってる、生い茂ってるし絶対すれ違えないんですけど、これ五稜鬱峠に到着って書いてあるのはこれ多分てっぺんのことなんですけど、5キロありますこれ。お、頑張っていきたいと思います。運転に集中しないといけませんねこれ。ダブルさんとりあえず撮ってて、あとなんかいろいろ喋ってていただいて大丈夫ですよそうですね、アルカナの助手席の感想とか内装のイメージについて教えていただきましょうか。ああ、なるほど。あ、じゃあインテリア、インテリアちょっとあの同じ SUV とはいえ、あのエクストレイルって内装ちょっと上品な感じ、あ、はいはい、すると思うんですけど、アルカナはどちらかというとこうスポーティー寄りな感じの、なんか走りもそうだしインテリアのスタイルもなんかそんなイメージありますね。そうですね、こう黒と赤を基調とした、うん、ご覧ください。ステッチがね赤でピョンピョンピョンってなってて、あとここなんていうんですか、カーボン柄ですかね。ああ、ここをちょっとスポーティーさをより感じさせるインテリアになっております。はい、あと私ここ好きです。ここのこのぐるぐるの形。何がぐるぐるでしたこのあのエアコンの、はい、この風量とか操作するところのぐるぐる、はいはいはい、ああこのぐるぐるが3つ並んでる感じですね。はい、なるほどなるほど。おしゃれじゃないですか。かっこいいですね。かっこいいです。現場からは以上です。現場からは以上です。それではスタジオのダブルさんお願いしますという話を伺いながら、私はあの対向車をどうか来ないでくれと祈りながら走っています。これ本当にここで来たらどうするのっていうところが結構あるんです。この上の景色皆様にお届けすると多分私はここすごくいいんでぜひ来てねっておすすめすると思うんですけど、念のため申し上げておきます、この道です。たまに対比所あるんですけど、これ運よく対比所が近ければいいなっていう感じで、本当にこれ対向車来たら対比所まで下がるしかないですね。あの私昔ですねプライベートでですけど、乳母湯温泉という山形にあるあの古い温泉に、山奥の古い温泉に行ったことありまして、その時もですねもうこれかこれ以上のあの狭い道を延々と走らされる。でしかもあの
やっぱり待避所が少ないので対向車来たらひたすらバックをするみたいなポイントがちょこちょこありまして、そこで私は10回以上バックしました。そんな経験がありますので怖くはないんですけど、いやでもできれば来ないでほしい。皆さんも乳母湯温泉って行ったことある人いらっしゃいますかね。はいと言いながら、よかった、順調に登ってきております。もう少しですね。はい、今日平日なのでそんなに対向車来ないと信じているんですけども、あとですね、今エコモードで引き続き走行しているんですけど、こういう上りのシーンですね、もともとちょっとバッテリーの残量そんなに多くない状態で上り始めたというのもあると思います。エンジンが比較的高回転で回って、充電と走行両方のためにエンジンを回しているなという感じがあります。こうぐーっと、ちょっとなんていうかね、のぶといエンジンサウンド、これまあルノーらしい音だなという感じもします。こういった音を響かせて、走っております。良さそうな予感、良さそうな予感しますよね。500メートル先、御霊筆峠に到着しました。はい、シェリちゃんが御霊筆峠と言ってますが、ゴレビス峠です。はい、ということでゴレビス峠てっぺんに到着しました。意外と車止まってる。ここですね、ちょっとまあ特徴的なポイントといいますか、とりあえず、はい、燃費の報告だけしましょうか。はい、ここまで福島市から 73.8 キロ走行しまして、まあ、上り続きましたからね、ちょっとだけ、燃費落ちております。 100キロ走行あたり、6.1 リッターです。 16.4 キロぐらいですねとなりました。はい、ではちょっと降りて景色を見てみましょう。はい、こちらですね、見ていただくといいですね。はい、山あいの向こうに何が見えますか。湖。あの湖は猪苗代湖。はい、そういうことですね。はい、これ先ほど見てきました、猪苗代湖が綺麗に見えるスポットとなっております。はい、続きましてこちらどこでしょうか。おー、こっち郡山の方ですか。そうです、郡山の市街地が見えるということで、普通ですね、まあ郡山の市街地と猪苗代湖、まあ、山で隔てられてるんですけども、こっちを見れば郡山、あっちを見れば猪苗代湖という、そんなスポットになっております。そして、あちらですね、まあ、あちらちょっと登っていただくと小高い山になっておりますので、まあ、さらにいい景色が見れますが、今日はまあ私も革靴ですし、ダブルさんの靴ではまず無理なので、はい、登らずに行きたいなと思っております。ちなみにこんなところでなんですが、こちらがアルカナの鍵というか、ルノーの車の鍵、基本的にだいたいこの形をしています。アルカナの場合ですね、この鍵持っていればドアの、鍵の開け閉め簡単にできるようになってます。近づいてみます。はい、こんな感じで近づくと開きます。で、離れるとという感じで、まあ、鍵を持っていれば近づけば、鍵が開く、離れれば閉じるという、そういう仕組みになっています。はい、それでは下っていきます。下りも、対向車少ないといいなと、願いながら行ってまいりますので、はい、まあ、同じような道幅の道を反対側に下っていくわけなんですよね。わー、すげえ、見えながらちょっといいですよね、ここすごい。ちょっと来る間若干のドキドキがありますけれど、来てしまえば、すごく景色のいい、まあ、あと登山をされる方は、ここからまた先に登山ルートがありますので、まあ、さっきの小高い丘を登ってさらに奥まで行けるわけですね。あ、地図で見るとつづら折りがいっぱい、そうですね、これがもうちょっと道幅の広い道だったら、いや行きましょうって言ってアルカナの性能を確かめたりしたくなるんですけど、ちょっとそういう道幅じゃないですね。こういう道、理屈的には早く抜けてしまった方が対向車が来るリスクは減るんでしょうけど、スピードは出せませんからね、ジレンマがちょっとあります。これ対向車来ると本当に真正面から向かってくるイメージになりますよね。
はい、だいぶ降りてきました。まあもうちょっとカーブ続きますけど、もうちょっとで終わりそうです。いや、もう少しあるかな。まあ幸いですね、すれ違いはここまで一度もございませんでした。まあ、アルカナはまあ極端に幅広というわけではないですけど、それなりに幅感がありますし、でもですね、運転していての車幅感覚っていうのはすごくつかみやすいんですよね。乗っていて自然な感じがします。あ、いいですね、この感じは。なのでこういったところ、まあ、かなり細い、そして、カーブのコーナーの多い道走っていますけども、特別、まあ、あの対向車来たら不安しかないんですけど、そうでない限りは不安感ございません。あ、しまった、ダブルさんに下り運転していただければよかったですね。いえ、今あのマジの家が来ましたけども、はい、どうですか、なんかまあ助手席に座ってただけですけど、運転できそうな感じは。はい、まあ、ダブルさん割とあのこう見えて何でも運転できちゃうガールなので、キャラバンもエクストレイルもお手のものですから、まあ割と大丈夫かなと思います。はい、最後のヘアピンですね、こちら。はい、なんとなく安心感のある道路になりました。まだ予断を許さぬ状況ですが、多分大丈夫でしょう。はい、いかがだったですか、ダブルさん、隣の乗り心地は。はい、なんかそんなに揺れなかった気がします。あ、そうですね、まあ、コーナー多くて、まあ、スピードもそんなに出る場所ではなかったですけども、体がこう振られるとか、そういうことも少ないですし、安定した乗り心地でこういった道楽しめるなと思います。はい、ということで五霊櫃峠でした。いい場所でしたね。はい、ぜひ、まあ、今の道走ってもいいなっていう方は来ていただけるとすごくいい眺めが見れると思います。あそこでこうちょっと怖いですけど、夜とか行くとなんか星が綺麗に見えたりしそうですね。はい、今ダブルさんの中で行ってもいいかもメーターが3ぐらい上がりました。ちょっとだけ。はい、ではしばらくですね、ここから、高速道路まで一般道でずっと、一般道はずっと一般道ですけど、高速道路まで、平坦な道行きます。でここまで、わー、下ってやっぱり燃費伸びましたね。 82.6 キロここまで走りまして、100キロあたり 5.5 リッターに回復しました。計算すると 18.2 キロということで、18キロを超えてきてます。はい、いい感じですね。じゃあここからまたしばらく行きますので、どうですかね、あの今下りでまあ燃費伸びたんですけど、平坦路続きますので、そういった中で燃費伸びるのか落ちるのか、そんなところをちょっと気にして見ていきたいなと思います。あ、そうですね、ダブルさんには福島市に着いてからゴール地点までをちょっと運転していただこうかなと思います。結構このルノーの車の加速感、加速の時のこのエンジンサウンドとこう盛り上がっていく感じが好きなので、ちょっと楽しみにしてたんですよね。高速道路入って合流します。加速します。渋滞に巻き込まれてしまいました。